慶応義塾大学理工学部電子工学科湯川研究室では、電子産業の心臓部にあたる基盤技術であり、また情報化社会に欠かせない要素技術である信号処理工学に数理的なアプローチで取り組んでいます。森羅万象に潜む信号から有益な情報を取り出すことで新しいものを生み出すことを目指す信号処理工学は、近年産業界で注目されているビッグデータ解析やブレインマシンインターフェースなどの源泉となる技術としても利用されています。信号処理の諸問題を、ある関数を最小化するとか、最大化でもいいんですけれども、そういった問題で定式化するっていうのが一つの、ステップになります。そしたらその定式化された問題を、どうやって解ける問題に、持っていくか、でその解ける問題をどういうからくりで、解いていくかですね。なかなかその信号処理の実際の応用問題ですと解析的な解ですね、なんとか方程式を解いて解が出るとか、そういったタイプの解法っていうのが、難しい状況が多くてですね、逐次アルゴリズムって言われる、繰り返し、ある写像を何回も何回もですね、施していくことによって最終的に最適解に収束させていくというようなアプローチを取ります。湯川研究室では、多角適応フィルタと数理モデル選択と適応学習を同時に行う適応アルゴリズムを世界に先駆けて提案してきました。多角適応フィルタと呼ばれる新手法では、複数の再生核ヒルベルト空間の和空間の中で学習し、低周波成分と高周波成分といった複数の成分を含む非線形関数を効率的に表現できるのが一つの大きな特徴です。また多角適応フィルタの枠組みの中で、うまい数理モデルの選択を係数行列のスパース化と考えることにより、モデル選択問題をスパース最適化問題として定式化できることに着目しました。コアになっているのが再生核というものなんですけれども、再生核を使うとですね、一番ポピュラーなものはガウス核と言われるものなんですけれども、ガウス核で生成される、空間というのがありまして、その空間を使うとですね、連続関数であれば、任意の精度で、近似できると、どんな関数、推定したい関数がどんな形状をしていてもいくらでもいい精度で近似することができるっていう、普遍性と言われる性質になるんですけども、そういったものがあります。で、今回は非線形関数推定を適応的にやりたいんですけども、当然関数の形状っていうのはあらかじめわからないんですね。ですので、だけれどもそれが連続関数であればうまく推定できるというところが、ポイントになってきます。再生核の理論やスパース最適化、凸解析など数理科学の知見を駆使することで、最適化問題の解を適応的に求めていく適応アルゴリズムの構築に成功した湯川研究室。今後この数理モデル選択と適応学習を一体化した新アプローチをより発展させていくことにより、気象学、金融工学、光通信工学、脳科学、ビッグデータ解析、スマートグリッドなど、さまざまな分野への応用を目指していきたいと考えています。